2024年7月25日午前10時半過ぎの高松空港です。前日の午後7時10分に台湾の桃園国際空港に向け出発予定だったチャイナエアライン CL178 便ですが、台湾を直撃した台風3号の影響で欠航になり、高松空港でナイトステイをしました。この日の午前10時20分発の CL3179 便として改めてスケジューリングされた当便ですが、予定から約20分が経過した午前10時40分ごろ、ボーディングブリッジが外されました。東京羽田空港から JAL 機 JL477 便が到着しました。チャイナエアライン機はまだ動きません。東京羽田空港から ANA機 NH533 便が到着しました。チャイナエアライン機はまだ動きません。何かあったのでしょうか。ボーディングブリッジが外されてから15分ほどが経過して、チャイナエアライン機のプッシュバックが始まりました。やはり何かおかしい。停止しましたが、トーイングカーを外しそうな様子がありません。しばらくすると、トーイングカーの牽引で戻り始めました。この後到着するエアソウル機のために、ボーディングブリッジがある6番スポットを開けて7番スポットに移動すると思われます。チャイナエアライン機は7番スポットに停止しました。
続いてエアーソウル機が6番スポットに停止します。1番スポットのプライベートジェット機を含め6機の機体が並んだシーンは壮観でレアではないでしょうか。チャイナエアライン機が7番スポットに停止してから約13分が経過したところで再び当機のプッシュバックが始まりました。今度は出発するのでしょうか。当初スケジューリングされていた変更後の出発時刻からはすでに1時間ほどが経過しています。トーイングカーを外す作業が始まったので今回は出発しそうです。5番スポットではジンエアー機のプッシュバックが始まりました。チャイナエアライン機が先にタキシングを開始しました。台湾の台北桃園国際空港行きチャイナエアライン機 CI3179 便が離陸します。ちなみにこれまで特に説明していませんでしたが、当機はピカチュウジェット CI と言います。株式会社ポケモンの空飛ぶピカチュウプロジェクトに参加したことで台湾初のポケモンジェットとして2022年に就航したものです。高松空港への就航はコロナでの運休から運航を再開した2023年1月からで、結構な頻度で飛来していますが、発着時刻が夕方のため日中に見られるのはレアシーンです。
韓国のソウル、インチョン国際空港行き、JR 機 LJ360 便が離陸します。この JR 機は2024年7月18日に就航したばかりの新規エアラインで、高松、ソウル間を毎日1往復運行し、この路線がエアーソウルとのダブルトラック化になりました。